素直にすごく嬉しくて、なんか親も知ってますし、もう誰もが知っているジオンの映画に出れるっていうことでとっても嬉しい反面、ちょっとホラーが苦手なので不安もありました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ普段ご自分では映画をご覧になるときにはホラーはあまり、ホラーはあまり見ないですけど、でも自分が出る側なので一生懸命頑張ろうと思って、はい、思いました。僕も前作ともに見てるあのジオンシリーズだったので、はい、まあ、本当にあのお話をいただけて本当に光栄でした。でも あまりにも台本が怖すぎて、自分が出る側の立場ですけど身内にはあまり見せれないなと思いました。怖いし大丈夫かなって不安だったんですけど、すぐにスタッフさんに現場はすごい楽しくて明るいんだよって言われて、そのまま騙されたままというか現場に向かいました。そうだったんですね、はい、実際どうでした現場は。すごく楽しかったです。明るい現場で全然怖くなかったです。予想以上に結構体に来たというか、階段をこう上ったり上がったりとか、はい、あとまあ壁に背中をドンってこうぶつけたりとか、うん、あとはずっとこうこわばっているので変なところの筋肉がすごく痛くなって筋肉痛に悩まされ、あざ、全身あざとかも結構あったので、それは大変だなと思ったんですけど、でも本当に現場が明るかったので毎日行くのが楽しかったですね。佐々木さんと恋人役が初めてじゃなかったので、最初の方からとてもコミュニケーションも取りやすかったですし、本当に助けられました。あ、そうでしたか、はい、佐々木さんもやりやすかったですか。私はもう本当に安心しきって、うん、もう全然緊張、まあ、いい緊張感はありましたけど、はい、すごくこう飛び込みやすかったですね。前回もそういう役だったので。でも私金縛りをたまに体験しているんですけど。あ、そうなんですね。それで、ええ、金縛りの最中がすごく怖いです、うん、何かいるんじゃないかっていう恐怖ですね。なんかどんな時に金縛りになるとかそういうのってあるんですか、うん、割と頻繁なんですか。でも、まあ、疲れてる時になりますね。ホテルで泊まってる時とか。ホテルちょっと怖いですね。怖いんですね、え、はい、ご自分のお部屋とは状況が違いますからね。そうなんです、逃げ場がないので。そうですか、はい、呪音の撮影の時に昼休憩になって、はい、もうすぐお腹が減ってたんですね、うんうん、で弁当となんかその撮影中にのぞみちゃんとラーメンの話をしてて、ラーメン食べたいって、どこのラーメンが美味しいっていう話をしてて、でその弁当と一緒に俺カップラーメン食べたいなと思って、はい、カップラーメン俺食べてたんですよ、はい、その時の佐々木さんのカップラーメンを見る顔は一番怖かったですね。全然記憶いないけど、でも、はい、あまりにも食べたくなってしまってすぐにコンビニに買いに行って同じものを食べました。そうだったんですね。美味しかったよ ね, たよね、豚骨ね、うん、美味しかったです。以前買っておいたもずくを、塩漬けされたもずくを毎日ちょっとずつ大切に食べていたんですね。そしたら一昨日ぐらいに賞味期限のところ見たら1ヶ月ぐらい前に賞味期限が切れていて、ゾッとしました。お腹大丈夫です、はい、あ、そうでしたか。そのもずく残りはどうされました。捨てました。まあもちろんそうですもうそれ以上食べてもね、はい、危険ですからね、はい、この映画本編の完成と世界中での公開が決まったお祝いにジュオンスタッフからサプライズプレゼントをご用意させていただきました。じゃあ代表して佐々木さん、ぜひはい、リボンをほどいて開けてみていただけますか。なんか嫌な予感しますよね。いや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 、全然聞いてないですけど、いやいや本当になんか嫌な予感がする。スタッフの愛が詰まってますから。はい、お祝いですから、お願いします。完全にこれなんかわーってやつでしょ。さあ、それではお願いいたします。今佐々木さんがこれでここですか。そうですね、引っ張ってほどいていただければ大丈夫ですよ。はい、リボンをほどきました。はい、びっくりしました。佐々木さん飛んで逃げちゃいましたけれども、はい、なんとですね、かやこさんが今日映画の完成を記念して駆けつけてくださいました。かやこさんにもう本当びっくりしすぎて心臓がち
ちょっとダメです ね, ねえ、さっき打ち合わせでは佐々木さんその場に立っててくださいねとおっしゃってたのに、あ、そうなんですか、逃げて帰ってきちゃいましたもんね。本当怖かった、まあ、もちろんすごく怖くて、怖い、まあ、怖いんですけど、怖いだけじゃなくて、あのお話もすごく面白くて、すごい、なんだろうな、どん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 謎を知りたくなるような、あっという間に映画が終わると思います。なんて言ったのですよね。そうですよね。そうですよね。はい、はい、映画を見終わった後ならきっと皆さんお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあ、としおくんも一言お願いします。お母さん。怖い、お母さんになったら覚えない。怖い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 。でも本当はすっごい可愛い仲良しだもんね。いや、こう近づいてますよ。どうしたらいいのこれ。可愛いくせに。あ、笑いそうになってる。笑ってみて。あ、笑わないんだ。え、年尾くんだもんね。すごいですね。ね、素晴らしいですね。最後まで。ありがとうございます。では最後、監督に締めくくっていただきましょうか。監督。さすがお母さん。面白い。